こんにちは、柴田です。今回はアリアプロ2の PE をレビューいたします。こちらは PE の中でもですね AE200 という機種になっておりまして、なんとなんと Amazon で5万円切り49,800 円で販売されております。一度はね、皆さん見たことがあるんじゃないでしょうか。ネットでエフェクターを検索しているとこれがですね追っかけてくるんですよ。おすすめ欄にね絶対出てくるんですよね。まあ、それで気になってはいたんですけれども、これとねオールマホのものがあって、それは 41,800 円、非常にねお安いお手頃価格になっております。これもね5万円切りとは思えないね。どうですかこの見た目、美しいねルックスですよ。材はボディがマホガニーで、トップにねキルトメイプルの月板が貼ってあります。おしゃれな感じ。そしてネックもマホガニーで、これねゴム太なんですよ。見てください、ヒールレスカットになっていてセットネック、ここにね継ぎ目があるのが分かりますでしょうか。マホ綺麗ですよね。でねここねスカーフジョイントになっております。ネックに角度があるんでね。でローズウッドの指板に、ペグはアリアプロ2オリジナルですね。でツーハムです。まあ、ご覧いただいた通りねレスポールがベースにはなってるんですけれども、ところどころね PRS も意識しているような感じです。ネックでめちゃめちゃ太いです。ゴム太です。レスポールより太いんじゃないかっていうぐらいしっかりしてますね。もう見た目だけでもね5万円以上のね高級感があります。まずね生音からいきましょうかね。こんだけネックが太いからねなりますよ。近年ね安かろう悪かろうじゃなかなか売れなくなってきているんでね、ちょっと音も期待していきましょう。あ、でもなんかパシャパシャ系ではありますけど、ボディの軽さですかね、なんか軽快な感じが、まあ、ちょっと抜かれてんのかな。重量はね 3.12、 めちゃめちゃ軽いです。まあ、そういう軽さもね、うん、軽快な音が鳴りそうだな。どうだろう。ではアンプ通して鳴らしていきましょう。うん、カラッとしてる。当たり障りない感じですね。センター、おー、フロント、癖もなくレスポールというよりはなんかソリッド系なギターですかね。まあちょっと軽快さがある。やっぱカッティングとかも、的にね初心者向けかとは思うんですけれども、まあ、いろんなジャンルにね対応できるようなギターになってます。あと歪みにねどれぐらい耐えるか、え、普通にめっちゃいいっすね。思った通りのね軽快サウンド、なんか
しょうというか、まあ、パフォーマンス、コストパフォーマンスはめちゃめちゃいいですね。どこを変えた方がいいっていうのも、まあ、そんななくって、ピックアップも全然いいし、まあ、強いて言うのであれば、なんかこの辺からちょっと軽さが出てる。ボディ自体が軽いので、ちょっとこの辺もっと硬い材にしたいなと。金物系をですね。もうネックも太いし、今ちょっとね、細めの弦が貼られてるんですけれども、1-0、そんくらい貼った方がいいかなと。それで随分変わってくるんじゃないですかね。すごいですね。まぁ、ちょっとディストーションにしてみましょうか。深い歪みに耐えれるかちょっと。ローもねしっかり出る。ボディをね薄くしている分、この根っこを太くしたっていうところがね、やっぱいろいろ開発されてますね。さすがアリアプロ。ボディめちゃめちゃ軽いしね、めちゃめちゃ薄いんですよね。日々ね、格安ギターのクオリティはね上がってってるなという風な感じでございます。そしてね、これがねついてるんですよ。 49,800円の中にこちらのねケースもついていると。これもね、めちゃめちゃしっかりしてるんですよね。これだけでもね、ほんと何千円取ってもいいというふうなぐらいな感じでございます。気になる方は Amazon をチェック。今ならですね、千葉管楽器に置いてあるので、試奏もできますよ。ぜひぜひ千葉管楽器お越しください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。